被害に遭った女性は玄関先のあの辺りで猿に後ろから飛びつかれて襲われたそうですくも市貝塚の住宅地に猿が現れたのは今日午前7時50分ごろ住民の女性がゴミを出すために家の外に出た瞬間でしたその辺りですかこの辺りで 助けて助けてでこんなにして腕何して,何し,てしばし格闘したらおらんなっしかしその後にも再び襲われ、腕に怪我をしました。噛まれたのはどのあたりです？腕。腕。しっかり傷。うん。しっやっぱり痛かったですか？そんなに痛いよ。こう ことを思わんかったけど、背中に乗られた時の方が恐怖感やった。地震となって、こんなにして、離れんけんね。しかし、その後も。襲われた女性の家から100メートルぐらい離れた、こちらの場所でも。一人襲われたということです。住民から通報を受けた警察が現場に駆けつけたところ。 体長80センチから90センチほどのサルを少なくとも5匹確認その後地元の猟友会などがロケット花火を上げてサルを追い払いました宿毛市役所にはきょう1日で男女4人が腕をかまれたり引っかかれるなどのけがをしたという報告が入っています住民によりますとサルは頻繁に目撃されるものの 人が襲われたという事例は最近あまりないとのことニホンザルの調査研究をしている四国自然資料学研究センターによりますとサルが住宅地にまで餌場を広げており人慣れが進んでいるのではということです警察は万が一サルを見つけても石を投げたり棒を振り上げるなどの威嚇をせず不用意に近づかないでと呼びかけています